皆様の生活はアベノミクスで本当に良くなったんでしょうか。私たちは刷り込みのようにアベノミクスで景気が良くなった良くなった良くなったと散々に言われ続けてきたわけでありますが、実際蓋を開いてみれば、昨日の共同通信でも出ておりました OECD 34カ国、先進国34カ国の中で日本の経済成長率、皆さん一体何番だったと思いますか？34位です。最下位だったんです。そして民主党政権時よりも GDP はなんとマイナス 4.4 兆円、景気回復が実感できていないと答えた方が約8割程度いらっしゃったというデータも出ているわけであります。そうした中で皆さん、これでどこが景気が良くなったんでしょうか。ずっと日本の国というのはやっぱり人材、人への投資というのが一番政策の中心に置かれなければいけないということをずっと日本は追求してきた。私たち民主党も人への投資を大事にしなければいけないということを改めて今度の選挙で皆様方にお訴えをしております。どうかその点をまずご理解をいただきたいということです。それから安倍政権のアベノミクスと言われる経済政策の問題点、もうすでに中谷君からお話がありました。やっぱり格差が広がってしまったんですよ、これは。そして一部の企業は円安によって潤っていますけれども、じゃあそれが本当に働いている人たち、とりわけ中小企業、零細企業、そこまでとてもじゃないけれども行き渡っていない。それから円が安くなりましたから物価が上がって、そして本当にこの11月から私も氷が好きですから、切れちゃったんで買いに行ったら11月から上がっちゃった。それから今バターがどん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 上がってるだけじゃなくて、もうなくなってるんですね。これから年末控えて、クリスマスのシーズン控えて、乳製品が上がっている、燃料も上がっている、電気代も上がっている、こうした人々の暮らしを圧迫をしているということ、このことに残念ながら安倍さんは無自覚。ありがとうございます。旗と一緒に、民主党の旗と一緒に、ありがとうございます。